新しいシステムを入れてコスト削減。さあ頑張るぞ。そんな時に限ってインターネットがつながらない、メールが送れない、パソコンが調子悪い、サーバーにつながらない。業務に支障が出る前に原因を特定して修理を手配しないと。でも待てよ、うちのネットワーク構成ってどうなってるんだっけ。それにどこに修理手配すればいいんだろう。多分ここだ。え、違う？時間がかかったけどなんとか完了。よし、仕事に戻ろう。パソコンが調子悪い。え、また？コスト削減や業務効率化をしないといけないのに、本来の業務に集中できない。なんとかしたい。私たちにお任せください。お客様の ICT 環境をトータルサポートする NTT 東日本のダイヤモンドサポート。まずはお客様 ICT 環境を見える化。その後調査結果から保守手引き書を作成。しかも変更があった場合は保守手引き書を修正。そして24時間365日故障を受け付けします。次に故障箇所を特定。さらに適切な手配先に修理依頼。たらい回しに遭うこともありません。お困りごとをダイヤモンドサポートがワンストップで対応します。お客様の ICT 環境をトータルサポートする NTT 東日本のダイヤモンドサポート。 IT 担当者様の本来業務を支えます。頼んでよかった。